せーの、さあ始まりました、少量チャンネル、翔太です。亮です。少量です。はい、というわけですね、はい、久しぶりに二人で料理を作りたいと思いまーす。今回作る料理はですね、はい、サーモン、スモークサーモンとエビ、うん、ほうれん草のクリームパスタ。おいしそう。いや、冬はさ、やっぱなんかこういうクリーム系のパスタ、うん、いいよね、うん、好き、食べたくなっちゃう。というわけで早速作っていきたいと思いま す。台所へレッツゴー。はい、というわけで台所にやってきました。最初にですね、材料を紹介したいと思います。材料はこちらです。スモークサーモンとむきエビ、具材はあとほうれん草を入れたいと思います。あと生クリームと牛乳、ゴルゴンゾーラチーズ入りのベビーチーズと粉チーズ、あとオリーブオイルとパスタです。はい、そしたら最初に、ほうれん草をカットしていきたいと思います。ヘタを取って、大丈夫かな。まあ大体でいいんですけど、5センチ幅くらいでカットしていきます。こんな感じです。はい、それではソースを作っていきたいと思います。まず最初に鍋に生クリーム2人分作るので、もう丸々1個入れちゃいます。あと牛乳、牛乳もある程度ひたひたになるくらい入れちゃってください。そしたらスモークサーモン、これももう最初に僕の場合入れちゃいます。次エビ、エビちゃんでーす。もう先に入れちゃいます。エビちゃんも、ゴルゴンゾーラのチーズ入れます。本格的なレストランとかに、イタリアンレストランとかに行くと、ゴルゴンゾーラとかもしっかりしたゴルゴンゾーラチーズを入れてると思うんですけれども、家だとこういったベビーチーズとかで代用してもいいかなって思います。安いしね。はい、こんな感じで入れました。何撮ってんの。さっき足にね、1キロのパスタの束の1袋のあるじゃない、あれを足にバーンと落として、わー痛いなー痛いなー痛いなって言ってたんだけど、誰も助けてくれなかった。誰もって俺がでしょ。そう、痛いな痛い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 って言ってるのに、はいやるよみたいな。痛かったのに助けてくれなかった。甘いな。そんなこんなでどう。いい感じ。よかった。そしたら最初にいろいろ具を入れて火をかけたと思うんですけど、ひと煮立ちというか、ある程度温まってきたら弱火にします。もしくはパスタが茹で上がるまでも火消しちゃっても大丈夫です。なんでこれは一旦火を消しておきます。あんまり火を入れすぎるとエビちゃんが硬くなってしまうので、ちょっと火を止めておきます。お湯が沸いたのでパスタを茹でていきたいと思います。で、鍋にはですね、たっぷりお湯を張ってもらって、
お塩をですね入れておいてください。お塩結構多めに入れておいた方がいいと思います。その方がねパスタに味がついて、あの完成もね美味しくなりますので。はい、今回2人前なので 500?400 食べれるもん。400でいくね、うん、今回は400でいきたいと思います。うわ、測りまーす。この時間、茹で時間はですね、袋に書いてある表示されているパスタの茹で時間より短くしてください。例えば9分だったらだいたい6分くらいでいいかな。なんで短くするかっていうと、この後にまたソースに入れてちょこっと煮込むので、その分の時間を逆算して短めに茹でるといいと思います。ふぃーふぃー俺のどこが好きなの言ってみ。え、顔性格、名前、名前、乾杯しようぜ。乾杯。乾杯。これさ、俺さ九州限定の時にさ飲んでたの覚えてる？動画であげたかな。あげたかな。あげた。九州旅行に行った時だよね。そう、すごくない？こっちまで来ました。うん、なんと、うん、もう俺本当に一番先駆けだったと思う。本当に翔ちゃん、もう時間、はいというわけで、え、時間じゃないでしょ、もうあと25分、うん、そう、すごくない？すごいよね、みんな。すごい、俺先駆けだったぜ。ね、飲んでたぜ。飲んでたもんね。たー、はい、そしたらですね、はい、タイマーが鳴るちょっと前にですね、再度火をつけ直して、そしたらこのソースの中にも麺をもうぶっ込みます。ういす、もうそのまま、ういす、お湯とか切らずに大丈夫です。もうそのままいっちゃってください。はい、パスタ作る時ってね、結構ねパスタの茹で汁とか入れんの大事。うん、うん、だからねわざわざ切る必要はないと思っている。入れました、はい、ありがとうございます。そしたらちょっと火を強めてちょっと煮込んでいく感じですね。めっちゃ火強いです。でもね、あんまり強くしすぎるとね、あのすぐ水分がなくなってちょっとパッサリしたパスタになっちゃうので、ほどほどにちょっと調節しながらやってください。今オリーブオイルを入れました。で、オリーブオイルを入れたらですね、こうやってちょっと鍋を振って混ぜ混ぜしてください。これで乳化させます。油とですね、水分をちょっと一体化させることを乳化って言うんですけど。うまそう。うん、いい匂い。で、今回チーズ入れてるから、はい、結構ね、濃厚な感じでいい感じになってると思う。うまそう。ちょっとまだ水分が多めなんですけど、ちょっと一回ここで味見じゃない。うん、味見か。で、ここで一回味見をしてもらって、塩と、どっぱりどっぱり、胡椒で味を見てください。ほうれん草をぶっ込みます。そしたらここに粉チーズも入れていきたいと思います。たっぷりたっぷり。うまそう。もうめちゃくちゃたっぷりが好きなので、結構最後にさっき残しておいた
サーモンをトッピングして完成でーす。イエーイ。美味しそう。美味しそう。食べようぜー。うん。完成しましたー。イエーイ。すごい美味しそう。あんま見せれない。見れた。ちょっとお皿がね失敗したはい、こんな感じで出来上がりました。はい、はい、食べましょう。美味しそう。いただきます。うんうん、美味しい。エビプリプリ。うん、あのゴルゴンゾーラの、はいはいはい、ベビーチーズを入れてるから、はいはいはい、ちょっとコクが増してます。増してる、うん、あの余裕がある方もね、ちゃんとしたゴルゴンゾーラを入れたらもっと風味とかね良くなると思うんですけど、これはこれで美味しいね。うん、全然大丈夫だと思うけど、これでも。うんうん、うんうん、美味しいです。乾杯。うん、美味しい。よく持ってられるね。熱くない？全然。結構ね、見てて分かったと思うんですけど、簡単なんですよ。うん、そう、いつもこんな感じでパスタはちゃちゃっと作ってるよね。そうだね。うん、美味しい。エビもプリプリでめちゃくちゃ美味しい。うん、チーズ結構たくさん入れたので、ちょっとゆるいくらいで作ってちょうどいいかなと思っています。思います。あの食べてる間にどんどん固まっちゃうので、うん、クリーム系ってちょっとゆるめに作った方がいいかなと思います。うん、美味しい。うん、冬って感じじゃないね。サーモンとほうれん草、いや本当に美味しいよ。うん、はい、はい、というわけでですね、はい、今回の動画を見て作ってみて美味しそうだなと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。美味しかった。美味しかった。